の魅力は十分に伝わったでしょうか。でも私たちの魅力は踊りだけではなく、大道具の幕や花や、それだけではなく踊り子たちまでの表情にまで細部のようにこだわっていますので、そのようなところもぜひ注目していただきたいと思います。特に最後に上がるセンターの幕は無限鏡の朝焼けをイメージしたものであり、その時の踊り子の表情は今を生きるというテーマに沿って活気あるものに満ち溢れていますので、ぜひそのようなところも見ていただきたいと思います。それでは参ります。